私チャンネル、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、いやなんかだいぶ大丈夫ですかとか、ああそうね、そう復帰して嬉しいですっていうコメントをいただいてましたけども、はい、はい、まあまだちょっとそのコンサート活動ができるほどではありませんけれども、はい、少しずつ体調は戻りつつありますので、まあこんな風にして皆さんと、お会いできるのが楽しみかなとは思っております。そうだね、まあ YouTube でちょっとリハビリしながらって感じで申し訳ありませんねはい、で今日は嫌なやつが右の方に見えとうけど、メトロノームでございます。はい、で仲良くなるとメトちゃんって呼べるようになるんですけど、なかなかねこれがメトちゃんと呼べるようになるまではね、ちょっと憎たらしい存在かもしれません。じゃあ今日はそのメトちゃんの、うん、で使い方を教えてくれるってこと？使い方と練習方法ね、うん、あ練習方法ね、まあね多分みんなね、まあ、どっかでメトロノーム使わないかんちゃけどね、うん、って思っとうと思っちゃうね。そうです、お稽古を通われてる方でも、うん、一人で演奏してる時はいいんですけど、うんうんうん、例えばお友達とお二人で練習するとかね、アンサンブル何人かでしたいんですとか、ちょっとどっかで発表したいんですけどとかってなったら、必ずメトちゃんの名前は出ます。いやまあ確かにね、その基準とするリズムをどうやって取るかっていうことが一番大事で、うんうん、そうすると、A さんが弾いてて B さんが弾いてて C さんが、いや B さんはちょっとそこ早いよとか、うんうんうん、A さん遅れてるん違うかとか、うん、そういうこと言うわけやけど、うんうん、実際は3人ともあかんわけや全部あかんみんなあかんわけや結局はねでそれは誰が一番正しいのかって言ったらメトちゃんが一番正しいわけです。うんうん、なんかメトロノームというかリズムがしっかりしとる人とよれとる人とってやっぱりこう聞いた感じもなんか、あなんか分からんけどこの人うまいなみたいな感じするもんね。リズムしっかりしてるなって、そうそうね、演奏しやすいなっていうのあるよね、うん、けれどもこれが逆の考え方もあって、うん、あの人とやるとなかっちりしすぎて歌いにくいねんっていう人がいてるわけ。あなるほど、それはどうしてかっていうと、その人がリズムが悪いからやね、はっきり言うなるほどねその時の気分によってね、弾き語りしてたとしたら、はいはい、気分によってそこ遅くなったり早くなったりするわけ。はいはいはい、後ろはしっかりリズム刻んでるのに、うん、本人がそうやって狂ってるもんやから後ろと合わなくなるわけやね。うん、はい、だからそういう人たちのためにも、まあちょっとメトちゃんと仲良くしていただいた方がいいかなと思っています。はい、一回ねこういう練習してみましょう。単音でね、メトちゃん、今はねメトロノームのテンポ、80っていうところに合わせています。これぐらいね、はいはいはい、結構早いね、なんか結構早く感じるね、結構早く感じるね、うん、ちょっとこれぐらい200拍いくとちょっとなんか怖くなってくるよねそうだね、健康に悪そうな、健康に悪そう。でこの80ぐらいでちょっと一回やってみますと、はい、まあギターで弾くと1弦の音を一緒に弾いてみますかね。どうでしょう、できました？意外に最初は難しいけんね、ねえ、このタイミングがね、うん、これで今度、ダウンアップでやってみます、はい、ということは1と2と3と4と8分音符、うん、3、4、8分音符でした。おで今度1拍目抜いてみます。はい。タタタウタ、スリーフォーウタ。これ拍の表をこちらにしました。はいはい。当然拍の表がダウンピッキングっていうのがまあセオリーありますので、裏拍はアップになる。うんうん。1と2と3と4と1と2と3と4と、ここでつまずく人がやっぱり多いっちゃうね、裏だけ取る。そうやね、うん、打った打った打っ
こうダウンの時にうって思えばいいね。うったうったうった。はいはいはい。だうった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 。はいはいはい。難しいかな。やっぱりこれ一回口に出しながらの方がやりやすい。いいよね。かな。1で数字の縦の位置を書いて、その後にカタカナでトを書いて、で今度は2を数字で書いてカタカナでトを書いてっていう形で、うんうん、1と2と3と4とっていう形で覚えるのね。はいはいはい。でその数字の部分をうにしてしまう。うっとうっと、うん、うっとうっとね、でこの「うったうったうった」って結構曲にあるもんね。まあジャズなんか特にね、ね、あるかっこいいのは、ね、うん、うん、でこれでメトちゃんはずっと今テンポ60で刻んでますので、うん、何があろうが地震があろうが台風が来ようがテンポ60でいきます。はいはいはい、はい、でこのメトちゃんに合わせてコードチェンジをしないといけないわけね、うんうんうん、で例えばまあ今はC、A マイナー、D7、G7 あたりでいきますか、うん、1、2、3、4、1、2、3、4、というふうに進まんといかんのですけど、持ちにくいからといってメトちゃんは待ってくれないわけですよね。でその厳しさにどうやって私たちがついていくのかっていうことがすごく大事。絶対にメトロノームに追いつく、まあもしくは追い越してもダメ。追い越してもダメ。よくあるのはね、ついていこうとして追い越してしまう。うん、焦るとね、そうあるよね、あっと思ったら、うん、あの頑張ってついていこうっていうよりは、うん、もうその次のところから入った方がやりやすいかもね。いいこと言いますね。そうなんですね。あの音楽っていうのはこれもよくする話やけどね、うん、時間芸術なのよね、うんうん、あいいこと言うね。時間芸術って初めて聞いたけどね、うん、音楽っていうのはね時間の芸術なの。どん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 過ぎていくわけよ、はいはい、ね、あの美術とかっていうのはね空間の芸術って呼ばれる。ほうほうほう、ね、そこはとどまってるわけ、はい、ずっと永遠にそこに存在させようとする。それが空間の芸術。ほうほうほう。時間は、あ、音楽は時間の芸術やからね、うん、どん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 もう終わっていくわけ。うん、でそれをね追いかけてももう無理なんよ。過ぎ去ったことは、はいはい、なるほどね、うん、過ぎ去った恋は追ってもしょうがない。しょうがない、うん、新しい恋にだから今言ったように、うん、もう終わったことは置いといて次のタイミングでピタッと合わす。はいはいはい。ここがすごく大事。そしたらさっきのやったら例えばあ D マイナー間違えたとか、うん、D マイナーにうまくいけんかったって思ったら、うん、もう G から入る。G から入る。まあ、D マイナーじゃん。D7 か。D7。D7 の1拍目が間に合わなければ3拍目から入る。はい、はい。ちょっとやってみましょうか。1 2 3 4 1とかね、はいはいはい、でそこも間を開けてしまう、うん、で次のタイミングでピタッと合わす、ね、人生と相通するところはあるわなあるんかな。あると思うな。これができんよね、うん、もうそう置いといて次のところでピシッと合わせればいいのに、はいはい、なんかズル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 と引きずってまたこの辺でぐじぐじ言うとるみたいなあるやろそれはあの経験則。あ、そう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 いうこともあるかもしれない、はいはいはい、ね、でそんな風にしてこう合わせていく。これ思い出したわ昔。何を急にバンドマンね、うん、バンドマン駆け出しの時にね、うん、フルバンドで一緒にね、まあ、新人で入ったドラムの人がいててね、はいはい、もうバンドマスター指揮者に怒られてるわけよ、うん、テンポお前はまずいとか言うお前耳に メトロノームくくっとけとか言われてましたよ。よくさあの、まあ、メトロノームとかっていう話すると、うん、いやちょっとリズム感がないんでとかっていう人おるやん。まあでもああいうのって練習でなんとかなるっちゃろう。だから、うん、
その練習はいきなりこれをやろうとするからあかんわけで、はあはあはあ、1、2、3、こっからよ。ああ、なるほど。こっからスタートせんと。いきなり曲に合わすんじゃなくて。そう、往年のフュージョンバンドで、うん、カシオペアっていうグループがありました、はいはいはい、あの彼らでさえ集まったら何をしてたかって言ったら、メトロノームを鳴らしてみんなで4分音符からスタートして8分音符に移って、3連符して16分音符して真ん中の板歌った歌った歌ったとか、そんなことをみんなで一斉に練習したっていう。まあ、やっぱりリズムはしっかりしたもんね、歌詞のペア。ものすごいリズムだった。だからそのタイトさ、うん、ね、厳しさっていうのをみんなで共有するわけ。はいはいはい、うん、でそれを集まったらみんなでそういうことしてたっていうんやから。いや、確かにカシオペアがやっとうのにこっちがやらんでいいわけないもんね。ないもの。やっぱり上手い人は基礎が基礎やね、ずっと。そう、メトちゃんと仲良くしてくださいよというわけで、はい、ちょっと今日はあの耳がね痛い人、はい、もうたくさんおったかなと思いますけど、はい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 、痛くて結構僕2023はちょっと耳に痛い言葉をちょっとね、はい、言っていきます。はい、真面目にやっていこうかなと思います。はい、ということでメトロノームの回でした。ありがとうございました。